どうも、困った時は転落人生、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは期待外れに終わった選手たち。育成年代から少なくない注目を浴びるサッカー界において、早い段階で飛び抜けた結果を残した選手には若くして日本の未来を背負うことを期待されますが、結果が出なければ全ては絵に描いた餅。若くから注目を浴び、そのまま第一線で活躍を続ける選手がいれば、慢心や早熟により下降線をたどり忘れ去られていく選手がいます。今回は残酷ですが将来を期待され伸び悩んだサッカー界のマコーレ・カルキン君を紹介していきます。1人目は磯貝弘光。あのラモス・ルイからは、次の日本代表の10番はお前だ。ミスター・エスパルス・沢登りからは、この新人の才能は今まで見てきた中でもズバ抜けている、でも磯貝にはかなわない。そして同世代の永井秀樹からは、マラドーナがどんなにすごくても小学生時代の磯貝にはかなわないと若干オーバー気味に語られている感じの節はありますが、早くからその才能は知られており、その天才的なボールタッチと独特な風貌で J リーグの黎明期に一世風靡しました。そんな将来を嘱望され男のサッカーを始めたきっかけは、小学校の先生がサッカーの練習後にアイスを配っているのを目撃し、アイス欲しさにサッカー部に入部。すると早速天才ぶりを発揮し、サッカーを始めて3日目でリフティング140回を達成。後に全日本少年サッカー大会に出場すると天才少年として脚光を浴びました。そして高校サッカーの名門帝京高校では、正確無比なキックと一撃必殺のスルーパスを武器に、1年生からエースナンバー10を背負い、東海大在籍時には日本代表に名を連ねました。そして J リーグ開幕を控え、ほぼ全チームからオファーが届きますが、京都の舞妓さんと遊びたかったし、ガンバの監督を務めていた鎌本にステーキをご馳走になったというしょうもない理由でガンバに入団を決意。しかし翌年に開幕する J リーグのプレ大会として開催されたナビスコカップ初戦、磯貝とガンバにとってもプロとして挑む初の公式戦で横浜マリノス戦に先発出場すると、開始3分で木村和志と中盤で競り合い剥離骨折。その怪我が原因で足首にボルトを埋め込み、以降繊細なボールタッチの感覚が戻ることはありませんでした。そしてガンバは93年が10クラブ中7位、94年が12クラブ中10位、95年が14クラブ中14位と弱小クラブ街道を突っ走り、練習ではボールを空振りして笑っている選手もいるという弱小お遊びサークル状態。そして当時の J リーグは水曜日と土曜日に試合が組まれ、90分で決着がつかなければ V ゴールでの延長戦、さらに PK で勝負をつけるというハードさにもかかわらず、当時のガンバはフィジカルコーチすらおらず、その重要性に気づくまで3、4年はかかったという能天気お気楽クラブでした。常に強豪校でプレーしてきた磯貝にとって、負けが当たり前になっていた環境はストレスでしかなく、怪我も重なりモチベーションは急降下。そして当時は J リーガーがよくわからんインフルエンサーに DM を送らずとももてはやされていた時代であり、磯貝自身も藤原紀香と付き合うなどスターの恋状態で、お金は1億でもあればすぐになくなったと語るほど遊び倒し、次第にその才能は錆びついていきました。さらに長距離移動のアウェイの帯同を免れようと計画的にイエローをもらったり、勝ち目が薄い試合では60分を過ぎると次の試合に備えて自ら交代を申し出るなど、プロとは思えない愚行を連発。そんな意識で活躍できるほどプロの世界は甘くはなく、29歳の若さで現役引退を発表し、プロゴルファーに転身するというベイルルートをたどりました。しかしゴルファーとしても目立った結果を残せず、車中泊や友人の一軒家を間借りして生活し、仕事はサッカースクールの指導や現場で大工の見習い。40代に入った頃にはなんと体重が130キロを超え、藤原紀香の元彼とは思えないほど変わり果てた姿で発見されました。しかし2021年10月に約50キロものダイエットに成功し、サッカーボールを使ってゴルフをする新競技フットゴルフに挑戦。その両方でプロキャリアを積んだ磯貝にぴったりな競技かと思われましたが、公式戦デビューを果たすと結果はプラス25と67選手中57位タイというなんともいじりづらいちょっと悪い成績を残しました。ただ現在は転落人生的な悲壮感は全くなく、悠々自適に生活しているようです。2人目は伊藤翔。高校時代の監督がベンゲルが名古屋を率いていた時のコーチを務めており、そのつてもあって2006年8月にアーセナルのトライアルテストに参加。当時はアンリ・ピレス・レーマン、アーシュリー・コール・ファンペルシーなどアーセナルには世界的スターが在籍しており、練習場に着いた伊藤はウィレで使ってる選手やんと初々しい感想を抱きます。そしてそのテストでインパクトを残し、ベンゲルにアンリに例えて称賛されたことから、和製アンリとしてメディアに取り上げられ、一躍時の人となりました。しかし
し11月のアンダー19アジア大会のメンバーに選ばれるも無得点。高校サッカー選手権でも2回戦敗退で無得点。あれ、もしかしてそんなに大したことない？と一瞬魔法が解けかけましたが、アーセナル、ベンゲル、和製アンリというパワーワードに酔いしれ、サポーターの期待はギリギリ保たれていました。そして伊藤にはマリノスや2006年の J1 王者である浦和からも獲得の打診がありましたが、伊藤はフランス2部リーグのグルノーブルを選択。移籍先はフランス2部ながら、ベンゲルが認めた逸材はどんなもんじゃいと大きな注目を集めました。しかし1年目はフィジカルの差に悩まされ、出場機会はほとんどなく、45年ぶりにリーグ1に昇格した08-09シーズンも長期的な怪我に見舞われ全く出場できず、和製アンリはコーチ時代のアンリ並みにベンチで過ごすことになりました。結局グルノーブルで過ごした3シーズン半の在籍期間中、トップチームでのリーグ戦出場は5回で0ゴール。ピッチに立った時間はフル出場1試合分にも満たず日本へと帰国。その後マリノスはルヴァンカップで8得点を挙げ得点王となり、シーズンを通して自己最多の17得点を挙げるなど、大気の片鱗をチラ見せしましたが、日本代表に選ばれることはありませんでした。3人目は玉野潤。幼少期から突出した才能を持っていた玉野は、東京ヴェルディのジュニアチームのテストに参加しましたが、その動機はチームに入りたいとかではなく、参加賞であるヴェルディのキャップが欲しかったから。家から近いからという理由で湘北に入ったルカー並みの舐めた意識でテストに参加し、服装も赤いクマさんのトレーナーに普通の靴下という、入り口で返されてもおかしくないぐらいむちゃくちゃな格好。しかし天才すぎた玉野は1000人中2人という狭き門を突破し、見事テストに合格。そして実力者が集まるヴェルディのジュニアチームの中でも玉野の存在は際立っており、本人も自分一人だけこんなに点を取っていいのかと思うぐらい、途中から味方にも点を取らせた方がいいかなとかちょっと遠慮するようになったと我ながらドン引きするぐらい点を取りまくり、格の違いを見せつけました。そして玉野が15歳の頃にバルセロナで行われたナイキプレミアカップでは、レアルマドリードのジュニアユース相手にチンチンにドリブルで抜きまくり、アディショナルタイムにはわざとボールをキープするなど圧倒的な力の差を見せつけると、そのプレーが評価されアトレティコマドリードのユースチームに加入。さすがに本場スペインでは苦戦が予想されましたが、ここでも玉野の無双は続き、1年目からフェルナンド・トーレスとツートップを組み攻撃の中心としてプレーすると、8得点11アシストを記録。しかし徐々に身長が伸び悩み、周りとのフィジカルの差が開き始めると、今まで通用していたドリブルがリーチの差で止められるようになっていきます。さらにアトレティコ B が外国籍の選手が出場できない2部 B に降格したため、玉野はアトレティコ B に昇格することはできずに、出場機会を求め2002年2月に古巣の東京ヴェルディに復帰しました。しかし元天才少年のプライドから、俺はこんなはずじゃないと勘違いのドーピングを打ち続け、結果が出ていないのにもかかわらず自分のミスは人のせいにして傲慢に振る舞うなど、現実と過去のギャップに苦しめられました。そんな現役時代を振り返り、玉野は、苦しかった、サッカーなんて全然好きじゃなかった、引退しなかったのはお金のためでも生活のためでもない、他にやることがなかったから、こんな言い方は失礼かもしれないけど、しょうがなくサッカーをやっていたと完全にやさぐれモードに入っていましたが、そんな玉野を救ったのは当時付き合っていた彼女の、引退した方が結婚を考えられるという言葉でした。その一言で踏ん切りがつけられたというか、自分の価値はサッカーにしかないと思っていたんです、でも引退しても一緒にいてくれる人がいる、全世界から見捨てられるわけじゃないんだと思えたら気持ちが楽になった、肩の荷が下りて前向きになれて引退できましたと語り、2009年の12月24日、7年間のプロ生活にようやくピリオドを打ちました。そして彼女と共にセカンドキャリアに踏み出そうとしましたが、収入がゼロになったことにより、まさかの彼女から振られる形で破局。辛いよな。どん底からのセカンドキャリアスタートとなりましたが、史上最年少である25歳でサッカー解説者に就任すると、マツコ有吉の怒り浸透で新三大試合より気になる放送席のうちの一つとして取り上げられるなど、そのフリーダムな解説が好評を博し、力強いセカンドキャリアを送っています。というわけでいかがだったでしょうか。期待外れに終わった選手たちということだったんですけども、いやそれでもね、まあ期待外れに終わったけど、一回でも人生でこんだけいろんな人に期待されるということがまずすごいことですからね。だからね、それでまあうまくはいかなかったかもしれないですけど、これからのセカンドキャリア幸せに過ごしてくれることを、私カンテラフットボール森 P は祈っております。本当に頑張ってください。あと皆さん、ちょっと皆さんに聞いてほしい話がありまして、
っていうのも先週ですかね、あの J リーグが無事開幕しまして、私モリピンも2月18日に横浜 FC 対名古屋グランパスの試合をね、ミキサーに見に行ったわけなんですよ。で、一緒に見に行ったのがね、視聴者のアンソ君と制作の室井さんというね、いつものずっこけ3人組で見に行かせていただいたんですけど、なんかね、どうも最近そのアンソ君と室井さん、まあアンソと室井、その2人がね、ちょっと僕のことを舐め始めてるんですよね。なんか昔はね、こうキラキラした目で、あ、モリピーさんすごいみたいな、いつも動画面白いっすみたいな感じで言ってくれてたんですけど、なんか最近僕が恋愛の相談しすぎちゃったからかな、情けない姿見せすぎちゃって、なんか僕のこと軽く舐め始めてる気がするんですよ。なんか僕のことを軽く雑にいじったりだとか、モリピーさんのチケットだけゴール裏にしましょうよとか変なこと言われたりだとか、なんかちょっとずつね、舐められてきてんのよ。で、このまま行ったらやっぱとんでもないことになるなと思って、ここら辺でもう一発バシッとカリスマ性を見せとかんといかんなと、僕はカンテラフットボールのモリピーやぞと、インフルエンサーやぞというところをもう一回この二人見せつけだろうと思って、僕ミツサーでどうしたらいいんだろうかなと思った時にパチンと思いつきました。やっぱりカンテラフットボールのモリピーさんですよねっていう視聴者に二人の前で声かけられるのが一番効力あるんじゃないかなと。やっぱりそれ見たら、本当にモリピーさんってすごいんだって、あの二人アホなんですぐなると思うんですよ。なので僕はミキサーでちょっと気づかれに行ったろうと思って、全力でもうこの帽子にこのマスク、いつもエンディングで撮ってるこの格好に、でトレーナーはいつも着てるクマちゃんのトレーナーですね。もうこれでミキサーは J リーグの開幕戦行ったら一人ぐらいはモリピーさんですよねって声かけてくれて、あの二人がちょっとすごいな、さすがモリピーやなってところで僕のカリスマ性が戻るかなと思って行ったんですよ。もう僕がこの格好してスタジアムに行くってことは、ワクワクさんがあの格好で近所の公園行くみたいなもんですからね。もう子供たちわーって群がってきますわ。で、僕も完全にもうフルメタルジャケット戦闘態勢でミツサーに行きまして、でもちょっと気づかれに行ったろうと思って、ちょっとビールの売り子さんを必要以上にねっとりと探して歩き回ったりだとか、行きたくないのにトイレに何回も行ったりとか、もう帰りもタクシーとかバス使わずに歩いてゆっくり帰ったんですけど、一回も声かけられませんでした。恥かかすなよ。なあ、ニヤニヤしてたわ、あの二人。モリピーさん、いつ話しかけられるんですかみたいな。はって、なんか気づいてる感じとかもなかったですよ、みたいな。わしはインフルエンザ、インフルエンザやぞ、インフルエンザって言っちゃった。こういうところが舐められるのかね。そしたらアンソ君もちょっと気使って、いやでもモリピーさん、行きのタクシーの時にモリピーさんが喋ってた内容でタクシーの運転手さん笑ってましたよとか言ってたんですけど、僕その時動画撮ってたんで後で見返したら、ほぼアンソと室井が喋ってたぞ。てか、なんで俺がアンソと室井を撮っとるんや、お前らが俺を撮らんかい。舐められてる、舐められちゃってるわ。どこ行った？カンテラフットボールの視聴者よ。何人かいたぞ、コメントで。その試合見に行きますみたいな。見かけたら声かけんと。それか後で DM で恥ずかしくて声かけれませんでしたってくれたら、それをスクショしてあの二人にバシンって提出するやん。次はね、また、J リーグ見に行く約束してるんで、その時、また言うんで、エンディングでさりげなくここ行くよって。皆さん。ちょっとあの二人がいるとき、僕が一人のとき話しかけてもダメですよ。あの二人がいるときにバシッと声かけてください。もう一回あの二人の目の輝きを取り戻したいんで、皆さんお願いします。というわけで、ここまで見ていただいてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよならー。いや、ホットクックも渡してねー。